皆さんこんにちは、ゆなです、今日はですね、私に届いているたくさんのアンチコメントについてちょっとアンサーソング歌っていきたいと思います。イエイ。今回私がね集めたアンチのコメントなんですけど、基本的にですね、まあ、人種差別系ですね。よく来るんですよね、こういうの。あったあったあった、たくさんありました。はい、なんかね、今回じゃあどうしてこの動画を撮ろうかって思ったかっていうと、私がアンサーソング歌ってるところでみんなにこうスカッとしてもらいたいっていうのは、まあ、もちろん2割ぐらいあるんですけど、どっちかっていうとやっぱりその私の動画を見てる人って、じゃあ海外に住みたいとか、じゃあ海外に挑戦したいっていう方すごく多くって、でも外国に行ったら人種差別とかあるのかなとか、だからそういう心配をしてる人もすごく多くって、ね、やっぱりマイノリティとして違う国に行って挑戦するってすごいやっぱ大変なことだとは私も間違いなく思うので、ちょっとその辺の、まあ、リアルと言いますかね、まあ、そのバージョン的にはこう外国人っていう立場がこう日本に来てどういう声をもらうかとか、でそれに対して私がどう思ってるかっていうのをちょっとね、今回はこの動画でお届けしていきたいと思います。でまずね、大前提、私がこういう風にアンチに対してこういう風に私思ってるんだよねって言って、じゃあアンチにもうアンチするのやめようとか言ってるわけじゃなくて、無理だと思うから、アンチしてるのって人じゃなくてゴキブリだと思うのね。ゴキブリにさ、じゃあもうさ、うちのキッチン出てくるのやめてって言ってもさ、無理じゃん、ゴキブリだからできないから、もうそういうことをそのアンチの方たちができるとは思ってないんですけど、でもこっちのなんつうのかな、考え方を変えることによってさ、そのダメージを最小限に控えるべきだと思うし、自分がその辺強くなったら正直ゴキブリがどんだけ湧いてきても問題なくねみたいな。そう、ゴキブリが湧いてくるのに殺虫剤を買わないのってこっちが悪いじゃんって私は思うんですよ。はい、なのでちょっと私の殺虫剤っていうのは今回ちょっと皆さんに紹介して、でこれでちょっと海外に行く人、人種差別怖いよとか、じゃ現在進行形で、例えばじゃあこう海外に行って人種差別に遭った人とかに対してちょっとでもね、背中を押せるようなささやかな教育系、ハートワーミング系な動画になっております。ぜひ本日も最後までお付き合いいただけると嬉しいです。じゃあまず最初のコメントいきます。まず最初のコメント、日本の文句言いながら日本にしがみつくのかわいい。中国人ってすごい日本にたくさん住んでるイメージがあるし、こうステレオタイプで言うとね、私も分かってるの、ちょっとね、迷惑だなとか、声大きいよねとか、失礼だよねっていう風に中国人がね思われてる。まあ世界にあんまり好かれてない人種ってのはもちろん私も中国人なので分かりますよ。とりあえずまずですね、コメントありがとうございます。まあそうですね、日本にしがみつく、なんつうのかな、なんかしがみつくっていうのってさ、他に居場所がなくてこうグッてしがみついてるっていうのを多分しがみつくっていうあれだと思うんですけど、私そもそもまず国籍アメリカなんですね。もちろん中国も大好きなんだけど、でも私のそのバックグラウンドとか見ると、中国って私住んだことがまず一番短くてですね、4年間しか私住んだことがなくて、この通り日本語が私は母国語で一番得意なので、結構アメリカに住んでてもどっちかというと日本人のコミュニティに入ることはあっても、中国人のコミュニティにあんまりどっぷり入ったのって結構昔の話なんですね。でまずだからそこまで私は中国人してないと思います。はい、でそれでしがみつくっていう言葉も違くって、まず私ね、日本に経営管理ビザで来てるんですよ。経営管理ビザなので、投資もしてるし、日本の雇用を増やしているので、どっちかと言わずとも私日本に貢献してるんですね。はい、多分このコメント書いてる人よりかは日本人の雇用を増やしたりとかで、私日本一ホワイト企業イエーイっていうのを目指してるので、めちゃくちゃホワイト企業なので、ハッピーに働ける人を多分私増やしてると思うんですね。なのでしがみつくっていうよりかは日本に貢献しに来てます。私日本好きなんで、なのでしがみつくどうなんだろうっていう感じですね。でなんか私の動画でさ、結構日本の文句っていうか、なんか海外住んでる私からしたらこういう風に見えるよっていう話を多分してると思うんだけど、まあなんかね、そもそもさ、文句と意見って紙一重っていうかさ、なんか意見だなっていう風に思って言ったことが文句っていう風にとらわれたりするし、まあ私がね、まだ配信者として未熟だからそういう捉えられ方をされてしまうっていうのももちろんあると思うんですけど、まあ難しいよねその辺は。なんか私がさ、じゃあここで忖度してさ、なんか日本最高とかずっと言ってたらさ、動画的にそれって面白くなくない？いろんなところに住んだことがあるからこそ思うこととか、こういう見方をするんだへーみたいな、ゆなちゃんそれは私は違うかもしれないけど、ゆなちゃんはそう思うんだねへーみたいな風に見てもらえたらすごく嬉しいなっていう風に思います。ただね、私こういう動画作るときいつも思ってるんですけど、なんかすごく誤解されたくないのは、私の動画を見てくれてる98% のみんなはそんな私をね、多分好きで見てくれてるのかなっていうのはすごく分かってるんですよ。コメント一件一件、じゃあみんなコメント書けっていう風に言ってるわけでもないし、こう再生回数につながったりとか、それこそ高評価だけでもなんかこう、あ、好きで見てくれてるんだなっていうのは十分伝わるので、本当に皆さんいつもありがとうございます。コップンカー。これに対してもすごい、じゃあ私が落ち込んで出してるってわけじゃなくて、最初に言った通り、これがまあ人種差別って言いますかね、こういうこともありますよっていう感じなお話を今日はしてるっていう感じです。本当にね、普段から見て
くれてるみんなの愛はたくさんたくさん伝わってるし、私はもっと面白い動画を作ってそれをお返ししたいなっていうふうに思ってるので、相思相愛ってことです。はい、全然安心してね。じゃあ次のコメントいきます。次のコメント、中国人どんだけ住み着いてんだよ、知らんよ。それは日本でもめちゃくちゃ中国人住んでるよね。で、わかんないけど、私さ、なんかこれに関しては昔はね、私も超正直に言うと小学生、中学生からなんかアメリカに行った時に世界の中国人に対する評価が悪すぎて、ちょっと中国人でいる自分は恥ずかしいなって思った時期も正直私あるのね、昔は。で、まあ確かにマナー悪い中国人とか、マナー悪いっていうか、中国のその文化と他の国の文化が多分違いすぎて、中国だとこれは別にマナー違反じゃないよねっていうことが、外国だとマナー違反っていうことがまあ結構多いんですよ。だからまあそのマナー悪いよねっていう風に世界的に思われてしまってる中国人なんですけど、日本にこうやって頻繁に帰ってきて、じゃあ自分も移住するってなって、見方もすごく、自分が住んだらどうなるかっていう風にね、見方が変わったりとか見てますけど、そんなマナー悪い中国人いるか、住んでる人たちで。わかんないけど、なんかね、観光客とかで来る方は、まあ、もちろんその中国の常識でこっちに来てるから、じゃあ例えば公共の場でめっちゃ大きい声で喋ったりとか、こうちょっと横柄な対応をね、店員さんに取ってしまってるとか、私も見たことあるし、自分がそれこそハワイで働いてる時にそういう中国人のお客さんに出くわしたことはもちろんあるけど、でも住んでる中国人の人たちって結構みんな優しくない？みんな優しいし、働き者だし、日本のマナーに溶け込めるように、従えるように、すごい頑張って順応してる人たちしか私は今まで見たことないから、これは、なんかそういうステレオタイプがこういうコメントに繋がってるのかなっていうふうに思います。住んでる人たちはマジいい人たちばっかだよ。中国人なのにくちゃくちゃ食べないのすごいな。これね、中国人の私たちもね、結構賛否両論あって、私とか、私の動画にね、LA にいる時よく出てくれてるセリーナとかも、私たちはくちゃくちゃ食べる人たちすごく嫌いなのね。くちゃくちゃ食べるのありえなくないっていうふうに思ってるんですけど、中国だとそれ気にしない方もすごく多くって。で、逆に言うと、日本でさ、ラーメン食べる時ってすするじゃん。あれって中国だとマナー違反なの。それを聞いてもさ、あ、そうなんだ、文化の違いじゃんっていうふうに思うと思うから、なんかくちゃくちゃ食べるのも文化の違いでしかないんだよね。本当に文化の違いなの。ごめんね。不快な思いさせてしまったらごめんね。くちゃくちゃ私は食べないんですけど、確かに食べてる人多いです。でも中国だと、それは別にマナー違反。まあ思う人もいると思うんだけど、思ってない人がまだ多いっていうのが現状なので、マナー違反じゃないか、もうどうしようもない。私にはもうお手上げだ。お手上げだ。わからん、お手上げだよ。じゃあ次行きます。日本人の口に合った料理を提供してるから文句言うなら、日本で食うなよって話。感想や意見は全然言うべきだけど、文句を言われる筋合いはないなっていうコメントが来てますね。これはエンタメですよ。私がこれ、ココイチのカレーを食べて、私がなんか日本のご飯は辛さが足りないっていう風に私がなんか文句言ってる体の動画なんですけど、これに対して結構マジレスでなんか文句言うな、まあ多分もう本当にあら探したいだけのなんかネットポリスの方たちがすごく騒いでたよっていうご報告でした。文句っつうか、なんかなんだろう、うん、別になんとも思ってないよ。その日本のご飯に対して辛さが足りない、もっと中国人に合わせて辛さを足せって私言ったことあるかっていう話、言ってねえよバカ、ちゃんと動画見ろ。次いきます。声量を抑えてほしい。あ、これ結構いただくんですね。最近なんか動画で、ショート動画で結構 いろんな飲食店に行ってご飯食べたりしてる動画を載せてるんですけど、まあ結構声量についてめちゃめちゃなんかコメント来たりするんですね。確かに、あ、心配させてしまったかなっていう風に思うから、ちょっと一回どっかの場所で説明したかったんですけど、私まずそのマイクつけてるんですね、撮影するときに。で、私のそのどこ行ったっけな、で、私のそのマイクすごく優秀なので、別にめちゃくちゃ声を出さなくても音を拾ってくれるから、めちゃくちゃ声量出してるわけではないんですよ。で、こういう風にね、横動画とかでもなんかカメラが遠いのにめっちゃ声綺麗に聞こえるじゃんっていう時は、大体多分携帯でボイスメモを取って、それを動画編集するときに映像とボイスをこういう風になんつうのかな、ガッチャンコさせてお送りさせていただいてるっていうことが多いです。だからさ、そのさ、スマホをもうめっちゃ近くに置いてさ、で、ここに向かって喋ったらさ、別にカメラが結構遠くても音綺麗に拾えるわけよ。そういうやり方することが多いから、別にめちゃくちゃ声量を出してるってわけじゃなくて、ただこっちからしてもこう見てる人たちにとってやっぱ音声って大事じゃん。綺麗に聞き取れるように工夫をした結果、めちゃくちゃ遠くから撮っても声量が大きいんじゃないかって思われるぐらい綺麗な動画を撮れてるってことでよろしいですか？イエーイ、ありがとうっていう感じです。誤解を招くようなことにはなってしまったのかなっていうふうに思うので、そこはちょっと今回の動画を見てご安心いただけたらなというふうに思います。次のコメントいきます。毎回ながら結局中国以外認めない感がすごい中国人。あ、でもこれは確かに言われてみるとすごい、まあ分かんなくはないなっていうふうに思いますね。その私はまあエンタメなので、そのショート動画で結構、ショート動画ってさ、結構なんか強めにいかないとさっていう、ごめん裏話になっちゃうんだけどね、結構強めのキャラ設定っていうのはちょっとまあ意識してやってるんですよ。だってさ、ショート動画って60秒しかないからさ、そこで私がなんか、あ、美味しかったです、はーい、なんか口の中が宝箱みたいになりましたみたいなこと言ってもさ、印象に残んないじゃん。うん、だから結構強めな感じでやってはいるんだけど、私そんな中国人以外認めないってい
うのは全くないですよ。中国の人たちがどう思ってるかっていうと、正直私の体感、確かに中国人は中国が一番だと思ってるところはあるし、やっぱもう中国最高みたいなテンションの人は多いんじゃないかなっていうふうに思います。でもこれってどの国もそうじゃないですか。日本人だってもちろん日本が一番だし、アメリカ人はもうだってもうなんならもう Make America Great Again みたいな、もうすごいアメリカ最高っていう感じだからさ、なんかどの国の人もそうだよ。そりゃ自分の国が一番だし、認めないってまではいかないと思うんだけど、中国人は別に認めないなんて一言も言ってないしね。中国人日本のコスメ大好きだからね。ね、だから全然そういうのはないと思うんだけど、でもどの国の人も結局自分の国が一番いいよ。そりゃそう。ただ私がなんかいろんな角度からいろんな意見を発してるのは、私が八方美人だからってわけじゃなくて、私の場合も日本6年、中国4年間で、アメリカ17年間住んできて、で日本は結構、まあ、行き来したりとかして、まあ、もちろん家族はみんな中国人でっていう、本当にもう良くも悪くもめちゃくちゃバランスよく日本人、中国人、アメリカ人っていうアイデンティティが自分の中に混在してるのね。だからイーブンな意見っていうのかな、忖度しないというか、どの国も好きだけど、どの国のこともやっぱ客観視できる。感情移入は私してないからさ、日本にだけ住んだことあるとか、中国にだけ住んだことあるとか、アメリカにだけ住んだことあるとかだったら、もっといやアメリカ最高だからみたいな、チーズバーガーしか勝たんみたいなこと言ってるかもしれないけど、私はいかんせんいろんなとこ住んできちゃってるから、全部こうなんつうのかな、俯瞰してちょっと見えてしまうところがあって、だからその意見に対してあんまりこう熱がこもってないじゃないけど、ちょっと冷たく感じる時もあるかもしれないんだけど、別にそれは嫌いだから文句言ってるとか、中国以外認めないから日本のこと悪く言いたいからとかではなくて、日本は好きだけど、まあ、いろんなとこも住んだことあるから、確かにこういうとこあるよなみたいな感じで言わせていただいているっていう感じです。次行きます。次、アンチなのにわざわざ言って文句言ってるのはガチチャイニーズすぎる、血は争えない、なんとかみたいな、すごい来てましたね。はい、すごい中国人のイメージ悪くない？中すっごい悪いよね。わからんけどこれに関してはもう正直人種差別でも何でもなく、私に対して攻撃したいからこういう風に言ってるようにしか私は思えないんですね。でこれもそうで、例えば私がもう外見とかもめちゃくちゃもう白人みたいな、黒人みたいな、もうザ・アメリカ人みたいな感じで言ってたら、これ多分ね全く同じ文言で、ただ中のチャイニーズをアメリカに変えて同じようなコメントしてこられてたと思うんですね。そうなんかね、そもそもこういうなんか人種差別とか、例えば何人がどうのこうのみたいな言ってくる人って、別に本心でじゃあその国のことを嫌ってる、まあまあ中にはいるから2割ぐらいは多分本当に人種差別してるんだけど、でもね多分こういうこと言ってる人って、まあ、大体まず視野が狭いんですね。まあゴキブリなので視野は狭いんですよ。視野が狭くってあんまりこのいろんな多分文化の方と触れ合ったことがないから、こういうことが平気で言えるんですね。こういうことを言ってきて、じゃあ本心でじゃあこの国のことを卑下したいとかっていうわけではなくて、多分攻撃したいだけ、もうすごく悲しい人生を送ってるからめちゃめちゃ攻撃したいだけだから、それで攻撃してきてるだけなんですよ。その人種差別をね受ける場面って、まあ生きてきたらもしかしたらみんなあるかないかだと思うんですけど、でもあったら、あ私が何人だからいけないんだとか、何人でいることってここだとこういう風に思われるんだとかじゃなくて、それは言ってきてる人たちの心が貧しくて攻撃したいだけなの。気にしちゃダメ。人の悪意に触れることが多分めちゃくちゃ今までの人生で多かったの。なんか結構私今でも覚えてるのが、中国の小学校に行った時に私の同級生の女の子で、すごい口喧嘩っていうか結構まあ犬猿の仲みたいな女の子がいたので、その子が私に対してめっちゃなんかいろいろこう悪口バーみたいなの言ってきて、親の顔見てみたいよみたいな、なんかそういうことを言われたんですよ。でそれでなんか私も別にお父さん一緒に住んだこと私ないから、人生で父ちゃんいないんだけど私みたいな、親の顔ごめんね見せらんないよみたいな感じで言ったら、向こうがうわ弱みゲットしたみたいな、すっごい悪い顔したのみたいな、えごめんこんな感じ、本当にこんな感じみたいな、すっごい悪い顔して、いやお前父ちゃんもいねえのかよみたいな感じで言ってきたんです。だからそういう人たちって、だからもう攻撃したいだけ、弱みに なり得るもの、別にね、じゃあ誰が何人かっていうのは弱みになるってのも変な話なんだけど、でもそいつらからしたら、まあ、目腐ってるから弱みに見えるから、その弱みをこうね握りしめて、大事に握りしめて攻撃してきてるっていうだけなの。もう慣れっこ。あこれに対してさ、アンチなのにわざわざ言って文句言ってるのがちっちゃいニーズすぎるってさ、こうコメント来てて、じゃあめっちゃいいねもついてるけど、これ私から言わせたらね、アンチなのにわざわざ私の動画来てコメントしてくるのがガチジャパニーズすぎるって言われたらどう思います？っていう話になっちゃうんですよね。こう日本ってさ、外から見るとね、ちょっと陰湿だったりとかジメジメしてるなっていう印象正直あるから、こういうコメント書くとさすがジャパニーズって言われたのが嫌じゃない？それと同じだよね。だからこういうことまあ書くなし思うなしって思うんだけど、まあでもゴキブリだからしょうがないのっていう風に自分の中で折り合いをつけております。日本人全員がこういう風なんてマジ1ミリも思ってないからね。次行きます。やっぱり中国人は屈辱的って感じるのか、日本人とやっぱり
り違うな。そりゃ日本人と中国人は違うよ。アメリカでアメリカ人好みの味にした日本食もありますが、さすがに屈辱的とまでの感情にまで達しません。やっぱり中国人はすごい。これはなんかこの下のコメントの人も書いてくれてるけど、マジでこの通りで、カリフォルニアロールなんて寿司じゃねえって言ってる日本人私結構出会ったことあるけど、なんかそういうもんだよ。なんか別に屈辱的っていうのもエンタメだからさ、私が本当にじゃあこれをやられたからなんか切腹する、それぐらい屈辱的だ、うわーってやってるわけじゃなくて、マジで改めてロング動画でも言わせてもらうけど、パンダエクスペリエンスは食えたもんじゃねえ。私の意見ね。いやマジあれは食えたもんじゃねえわ。あれは本当にダメ。怖いもんと見たさで食べてみてください。美味しいっていうコメントもたくさんいただいてたので、もしかしたら私の舌が腐ってるってだけかもしんないです。はい、声もまあいただいたりとかしますね。次いきます。あ、これ最後ですかね。こんなこと言うなら食べに行かなきゃいいのに。寿司のカリフォルニアロールとか日本でいうラーメンとかバラ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 みたいな。この人見た目好きだけどやたらと攻撃的なところはなんかなって思ってしまう。攻撃的じゃないの、忖度なしで自分の言いたいことを言わせてもらってるだけ。はい、見た目好きなのはありがとうございます。でもなんか見た目好きだけどって別になんつうの、別に見た目関係なくねっていう、なんか、なんだろうなってちょっと思っちゃうのと、攻撃的っていうか忖度なしで本当に自分の思ったことを正直に話してるんですよね。見てくれてるみんなはさ、だって別に私がこのこと説明しなくてもゆなちゃん分かってるよっていう風にね思ってくれると思うんだけど、ごめんね。ちょっとこの場を借りてどうしても言いたくて、正直なだけ。私はごめん、嘘がつけないの。案件とかもよくいただくんですけど、こういうのやってくれませんかみたいな、名前出しちゃうけどティームとか私全部断ってます。シーンとか、だからもうオファー来ないでください。してこないでください。なんで嫌かっていうと、ティームとかシーンとかってやっぱその労働に関する考え方とか価値観とか、ティームもそれこそだってこの間のニュース記事とかで発がん性のなんとかが見つかったみたいな来たから、そんなとこ PR できません。はい、そういうのも結構で全部お断りしてるので、ちゃんと精査してるんですね。精査した上で自分が忖度なしで本当にいいと思ったものしか私はいいって言いたくないし、 PR 案件でもじゃあ個人でやってるものなんてなおさら私は悪いっていう風に思ったら言いたいので、じゃなきゃだって意味ないじゃん。はい、これからもこのスタイルは貫き通させていただきますで所存でございます。あ、ちなみにあれだよ、シーンとかティームを使ってる人が悪いと思わないよ。だって今ね本当に物価とかインフレとかもすごく高くなってて、特にさ、その日本は賃金とかも上がってないからさ、若い人たちがどんどんもう稼ぎにくいっていうか、こうね金銭面で苦労してどんどんするような感じにはなっていってるっていうのも私も日本帰ってきてすごく感じるから、そこで限られたオプションの中でじゃあね、若いうちに楽しめるようなファッションとかを楽しむって別に悪いことじゃないの。でも提供してる側は悪いと思うし、私はその提供してる側がメリットを得るような貢献はあんまり私はしたくないなっていうふうに思うので、買ってる人は別になんとも思わないんですけど、まあ買うよなって思うけど、ただ提供してる側のサポートを私はしたくないなっていう思いで、あんまりシーンとかティームとかの PR は断ってるよっていう話でした。はい、そんな感じでですね、以上が私の方に届いたアンチの皆様のコメントでした。いかがでしたでしょうか。まあ、こういうふうにね活動してると、別になんか人種差別じゃなくてもアンチコメントってたくさん日頃からいただくんですけど、もうなんか気にしないのが一番なんです。なぜなら本当に彼らってゴキブリなので、気にしててもしょうがないんですよね。だから私がアンチに対する考え方変わったきっかけが結構一つでかい事件があって、私がねいつだっけな、去年日本に帰ってきてる時にカフェで休憩してたんですよ。でなんか普通に漫画とか読んでたら、隣の席のなんか女の子2人がもうずっとなんか座ってからずっと携帯いじってるんですよ。あ、ずっと携帯いじってるなこの子たちって思いながら、まあ別に私に関係ないから、まあ、パッて見た、あ、携帯いじってんなみたいな。一人の女の子がボソッと、この子ストーリーマジで人生楽しそう、ムカつくって言ってて、なんでムカつくのみたいな。待ってって思って。で、その向こう側の女の子もなんか同調してて、わかるみたいな。で、二人ともめっちゃほんと人生楽しくなさそうに携帯いじってたのね。で、その時すっごい思ったのが、あ、私にアンチコメントを書いている人たちってリアルだとこんなになんかかわいそうに映る人たちなんだっていう風に思ってからは、なんかアンチのコメントに対する怒りとか、そういうのが本当になくなったとまでは言わないけど、もちろん物によっては今でも腹立つなって思うことってあるけど、でもなんか前ほどそんな気にならなくなったってのが結構それが大きくって、アンチのリアルを見てしまったんですよね。こんなにかわいそうな人たちが日頃のその鬱憤をちょっとでも晴らしたいから、幸せそうな人とかなんかこう頑張ってる人の足を引っ張ろうと、こういう風になんか一生懸命文字タイピングしてさコメントしてるわけじゃんか。もう大人げないじゃん、それで気にしたりするのも。もう気にするのやめようって思って、それであんまり気になんなくなりましたね。結構ショート動画でなんかアンチ言い返したりとかしてるんですけど、ああいうのね言い返しとくとねコメント欄盛り上がるから、エンタメで言い返したりするときはあるんですけど、でもなんかね私はその応
援してるみんなに本当に心配しないでほしいっていう風に言いたくて、全然そこでなんかへこたれたりとか傷ついたりとかっていうのは、私も YouTube 活動しても3年以上経つんで、もう本当によほどのことがない限りないです。皆さん安心してください。私本当に何度も言いますけど、やっぱりその動画を見ててコメントしない方が多分もう 95% だと思うので、そういうみんなが本当に好きで動画を見てくれてるっていうのももちろん私は分かってるって言ったらおこがましいかな、でも心にちゃんと刻んでるので、なので安心してください。ちゃんといつも皆さん見てくれてありがとうございます。はい、そんな感じで、こういう風にアンチのコメントが来て、人種差別だったりとか、私はこういう風に考えるようにしてるよっていう感じでした。少しでも誰かの参考になれたらすごく嬉しいです。そんな感じで本日の動画をこの辺でおしまいにしようと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。